り返します。ただいま番組を中断し、緊急速報をお伝えしています。隕石のように飛来してきた大型の未確認物体は建物を壊しつつ、現在も霞町方面に北進中です。明日橋では緊急非常事態宣言が出され、周囲の3区で今も避難が呼びかけられています。該当区の住民は警察の誘導に従ってください。なお、自動車道は上下線とも通行が規制中です。車での避難は混雑が予想されます。ご注意ください。始まったのか。君の言った通り、あの映画みたいに怪獣は現れて、こうして僕たちがロボットに乗って戦う。ずっと前から決まっていたことなんだ。まただ。なんだろう、この感じ。帰ろうぜ、十郎。芝君。したよ、しけた面して。時々ふっと感じちゃうんだ、不思議な違和感。なんだそりゃ。学校も生活も何かが違うような。何の映画の受け売りだよ。Thank you.
芝君は少しお調子者だけど、映画や特撮の話もできる気の合う友人だ。映画といえば持ってきたよ、借りてた映画のビデオ。昨日貸したやつもう見たのか、早いな。巨大ロボットがビル街で戦うのって興奮するよね。ジューロ好きだよな、巨大ロボ。返しとく。またいい映画があったら貸して。いいけど。すっかり映画マニアだな。ビデオ見すぎかな。そういえば最近映画のシーンを夢にまで見るし、そりゃビデオ症候群だぜ。そのうちビデオと現実の区別がつかなくなる。あったね、そういう映画。芝君は映画や特撮の、江坂さんまた寝てるな。もう放課後だし起こした方がいいのかな。そういえば昨日見た映画、女の子がロボットに乗ってたな。芝君は映画やと寝てばかりいるし、ちょっと変わった子だ。でも彼女は僕の夢によく現れる。それで妙に気になってる。そんなことより例のビデオレンタルあったぜ。あの映画本当？借りるんだろ？もちろん。あ、しまった。ちょっと待ってろ、すぐ戻る。芝君は元気だな。待ってろってどこへ行ったんだろう。冬坂さん起きなよ。授業終わったよ。クラベ君、ありがとう。よく寝てたね。私今またおかしな夢見てた。君がいる夢。え、僕？あの映画はマイナーで今ではなかなか。僕がいる夢ってどんな夢？それは。おい、まずいぜ十郎。
網口のやつ教室にいね。あれれ、どういうこと？お二人さんいつの間にいい感じに？違うよ。なんだよ俺を気にせず続けろよ。ごめん冬坂さん、また今度聞かせてよ。そうね。先に帰るね。うん、また明日。クレープおごる。ちょっとどいてくれる？ごめん。前の教室の景色も好きだったけど、新しい教室も嫌いじゃないな。校庭よく見えるし。あれくらい熱中できたらきっと楽しいんだろうな。そろそろ帰ろうかな。なんだよ、からかったのは悪かったけど、秘密にしてるお前も悪い。それより網口だ。奴を早く捕まえなきゃ。また網口くんの家に。あいつんちのテレビゲームが俺を待ってる。だけど困ったぞ、あいつ約束しない。網口くんは不良っぽいところがあるけど、運動も勉強も得意で、その上彼実質にはさ、あの映画は、ま、今では網口くん、いつも何か買ってか。まだ学校にいる。学食、そう、休憩時間にも学食で見たな。学食行ってみるぞ。早く準備しろ。あの、クラベ君。何、沢谷さん。教卓の上のプリント、保健室の森村先生に持って行って。僕は、クラベ君、今週の終盤です。そうだっけ。プリントは教卓の上です。プリントは、プリント、分かってるよ、教卓の上だろ。プリントってこれ？そうです。お願いします。
学食行ってみるぞ。早く準備しろ。いや、それが。学食行ってみる。早く。いや、それが。ごめん、僕このプリントを先生のところへ。なんだよ、何はともあれ俺は先に学食。カバン持ってけ。あと、俺は先に学食へ行く。先に帰るね。それは。失礼します。先生いないのか。プリントどうしよう。この辺に置いとけばわかるかな。ん？先生の机の上に僕の写真。何の書類だろう。ちょっと見るだけなら。泉十郎。写真は僕だ。名字間違えてる。僕は比べなのに。症状、投薬により精神が安定、従順な性格、おおむね順調。投薬。あら、クラベ君。どうしたの？何か用かし。どうしたの？何か用かし。先生、プリント忘れたでしょう。まあ、届けてくれたの？終盤の仕事だって言われたから。そう、クラベ君はいい子ね。ありがとう、助かったわ。芝君が待ってる。学食へ行かなきゃ。ただ、クラベ君、体の調子はどう？体の調子を教えてくれる？体の調子を。調子って？つまりそのドキドキしたりめまいがしたり頭痛があるとか。夜は眠れてる？なぜそんなことを聞くんですか？近頃悪い風が流行ってるから。
んな季節にですか？珍しいですね。念のために薬を出しておくわ。いえ。結構です。そう。僕はこれで。まだ何か用かしら？やっぱりお薬が欲しくなったのね。いえ。どうしたの？やっぱりお。網口くんは運動もその実質。先生、網口くんを見かけなかった？一年の網口くん？さっき校内見回りしたけど見てないわね。そうですか。網口くんと。はい、今日も一緒に。ちょっと意外ね。共通の趣味でもあるのかしら。やっぱり言いづらい？そんなことは。網口くんと仲がいいみたいね。やっぱり言いづらい？そんなことは。映画見たりとかテレビゲームで遊んだりします。そういえば少し目が赤いわね。あ、テレビ画面の見過ぎかな。規則正しい生活ができていないようね。週末は家庭訪問をすべきかしら。え？大丈夫です。生活を改めますから。わかったわ。どうしたの？やっぱりお。いえ。どうしたの？テレビ画面。わかったわ。まだ何か用かしら？やっぱりお。まだいた。芝くん、どうし。網口、学食にいなかったんでこっちに来たんだよ。今日はもうビデオ屋にでも寄って帰るよ。行こうぜ。どうしたの？網口捕まんねえ。ビデオ屋も無駄足だし、つまんねえな。例のビデオは貸し出し中だけど、掘り出し物見つけたじゃない。昔
昔の怪獣映画だろ。ダイモス対メカダイモス、74年の名作だよ。ロボットとか怪獣好きだよな、重郎。チラシで見たんだけど、今月は映画館で初代ダイモスをやってるんだ。行かない？あれ何回見る気だよ。1954年公開の特撮怪獣映画、後にシリーズとなる第1作目の作品だ。ゲーセンはパス。今柄悪いじゃん。ゲームあったら家で遊べるのにね。それ弟が親に使ってた脅し文句だよ。不良かテレビゲームかどっちがいいんだって。稲葉みゆきって最近流行ってるよね。ああ CM にも出てるもんね。先輩たちも曲いいって言ってたし、今年の紅白出るかもね。おいおい、そっちは帰る方向逆だぜ。ジュロ、早く帰ろうぜ。異変は反応しない。三浦君、手順は間違ってない。なぜ動かない？知り合いか、重郎。三浦君。重郎君。どうしたの？大丈夫？すごく顔色が悪いよ。気分でも悪いの？平気だ。あ、おでこのそれ光ってなかった？すまない、触らない方がいい。なんだこれ。僕の手も光ってる。まさか。どうなってるの？いけない。13番騎兵、転送。君も騎兵の。何？今。でかっ。あそこだ。あったっけ？よかった。騎兵を呼んだのか。映画のロボット。バカ、何やってんだ。戻せ。送り返すんだ。あれ、僕のせいなの？沖野のコードか。強制起動できるように書き足しやがった。だけどこれはまずいな。君は。仕方ない。とりあえず少し忘れてもらおうか。芝君。
かないなんて。変な夢のせいで深刻な寝不足だわ。遅刻。いただ。おい、大丈夫か。どこも怪我はないようだな。ちゃんと前を見てないと危ないぜ。すみません。おや、君は。いけない、朝礼始まっちゃう。似ているの。彼女が落としたのか。生徒手帳だ。1年冬坂伊織。調べた方が良さそうだ。先生睨んでたわよ。ほんと、あれだけ堂々と寝てたらね。私キサラギ、キサラギトミ。あ、沢渡です。私は冬坂さんでしょ。先生に呼ばれても寝ぼけてたけど。そうなの？覚えてない。高校生活開始早々に印象悪いな。おっとりしている親友の美和ちゃん。男子と喋るのは苦手でも恋愛話は興味津々。よろしく。こちらこそ、キサラギさん。ウサミでいいよ。あだ名だけど気に入ってんの。私もイオリって呼んで。じゃあ私もミワコで。私の前の席に座るウサミちゃん、赤い眼鏡におさげの少し変わった女の子。いつも眠そうだけど、夜更かしでもしてるの？そういうわけじゃないんだけど、変な夢ばかりで夜中に何度も目が覚めちゃって。変な夢って？ぼんやりとしか覚えてないんだけど、昨日のは燃えてる廃墟みたいなとこにいて、
何か大きな影が近づいてきて、そこで起きちゃうのよね。うさみちゃん、中学どこだったの？ああ、ちょっと遠いとこ、普通よ。やっぱり気になる。うさみちゃん、何？ゴート先輩と仲いいの？ゴート？いや別に。なんで？女子の間で人気の憧れの先輩なのよ。あいつが？そうなのか。あれがね、廊下で親しそうに話してたから。いや全く趣味じゃないし、単なる知り合い。そっか。お昼ってまだだっけ？まだ寝ぼけてるな。お昼ってまだね。あれ？おでこ赤くなってるよ。机で寝てたからじゃない？これは多分朝来るとき人とぶつかって。あれ？顔が赤くなった。え？何かあるわね。実はぶつかったのがちょっと素敵な人で、思い出したらなんだかドキドキする。それは一目惚れよ。そうなの？そう、運命の出会いに間違いないわ。そうなのかな。これってなんだろう、やっぱりドキドキする。ちゃんとお話しすればよかった。制服も違ってたし、ここの生徒じゃないのかな。今日帰りに寄るでしょ。さっきの彼のこともっと聞きたい。うさみちゃんも帰り一緒にどう？クレープ屋さんが新しくできたのよ。クレープか、いいね、行こう。扉もまともに開かないじゃない。しかし古い校舎だよね、ここ。あら、夏乃ちゃん、壊しちゃダメじゃない。壊してません。照明も裸電球だし、こんな古い木造校舎今時めったにお目にかかれないわ。なっちゃん教室隣でしょ。いいじゃない、顔見に来たのよ。友達？うん、夏乃ちゃん。私たち3人小学校から一緒なの。夏乃ちゃん、こちらうさみちゃん。きさらぎです。南夏乃です、よろしく。
古い校舎って、入学に合わせて新校舎完成の予定が工事遅れたからなんだよね。来月には新校舎なんでしょ。本当に古いよね。戦時中に建てられた校舎だって聞いたよ。そうなんだ、築40年超えか。南さん、こんなところに。見つかったか。他のクラスに入り込んで次の授業の準備を先生に言われてるでしょ。分かったわよ。あ、そうだ、前に行ってた猫今学校で見たよ。え、どこで。理科室の裏あたり。南さん。はいはい、今行く。その猫ちゃん知ってる。黒くてお腹白い子だよね。美和ちゃんも見たの。学校でよく見るよ。へえ、ずるい、私まだ見たことない。理科室裏か。よし、ちょっと行ってくる。よく寝たせいか元気だね。ないな。どこだろう。見つけた、猫ちゃん。こんなところに隠れちゃって。あれ、どこ行った。どうして。分かってるだろう、黒部くんと網口くんだ。俺たちの関係は普通じゃない。網口くん、なんだからしくないよ。聞けよ。俺もこういうのお前は感じなかった。もっと確かめ合いたいんだ。付き合ってくれよ。やっぱりおかしいよ。冬坂さん。冬坂。その愛の形はいろいろあっていいんじゃないかと。え、続きをどうぞ。待って、何か誤解してる。俺たちがそういう関係。面白いなそれ。誤解だよ。僕たちが話してたのは夢の話なんだ。夢？毎晩あの夢で夜中に目が覚めるもんだから
眠い、うん、彼のことを考えるとドキドキする。一目惚れしちゃったなんて笑われないかな。夢の話って？ん？最近さ、妙な夢を見るたびに全然どうも時系列がばらけて繋がってるみたいなんだよね。え？驚いたことに似たような夢を見てて、話を聞けば聞くほど状況も捨て、俺は夢を共有してるんじゃ。僕は映画の映画。確かに倉部君とレンタルビデオ屋だった。でもテレパシーでつながっているのか、そうじゃなければ未来。はあ、未来の？そんなわけで、ともかく夢を見たら確認したいって話していたんだ。突拍子もない話で呆れちゃった？いや、そのそうだったのかと思って。ほら、私てっきり授業始まるな。続きはまただ。教室に戻ろう、風坂さん。
してその下がターミナルだ。13番機移動する。どうする？13番機移動する。着いたな。そこで騎兵から地下300メートルのターミナルに信号を送る。君たちのアクセス ID ならどれでも起動できるだろう。これでもう大丈夫？怪獣は来なくなる？いや、まだだよ。自己防衛システム、イージスの起動には時間がかかる。それまで D をやってみます。警告、 D 信号接近、攻撃圏内、迎撃態勢、戦闘情報処理開始。13番機移動する。ダメだ、敵
気が邪魔よく考えるんだ。攻撃範囲内。やってやる。やったか。撃破した。13番コンサルだ。敵機攻撃範囲内。集中するのよ。15どうしよう。やっつけるわ。当たった。やったわ。イージスの軌道を確認。これでこのエリアは守られた。二人とも騎兵はまだ動くか。まだ大丈夫です。戦えますよ。誰だ、戦っているのか。騎兵に乗っているようだな。君こそ誰だ。しかもそれは12番機沖野の搭乗機だ。俺は肘山隆俊。これは俺の騎兵だ。肘山隆俊。そうか、あの時沖野君といた彼だ。人類を守りに来たんだ。こっちは俺に任せておけ。通信が切れた。彼の騎兵位置は把握したが、そこからだと離れてるな。一人じゃ大丈夫なわけないですよね。私が行こう。君たちは隣の区域に移動しろ。あ、待って、隣ってどっちなの。こっちだ。僕についてきて。助かったのね、私たち。麓でも騒ぎ始めたようだ。急いでここを離れねば。おや、転移装置のアクセスキーを変えたな。無駄なのに。キリコさん、つけていたのか、肘山君。きっとこれは何かの誤解です。あなたがスパイだなんて。ドージ博士ならそう言うだろうな。なぜ逃げたのです。秘密を盗んだ嫌疑で憲兵があなたを探してる。博士の娘がスパイ行為などするはずがない。残念ながら娘じゃないんだ。本物の同時キリコは東京にいる。え？だがスパイ呼ばわりは心外だ。騎兵の機密なんか盗む必要がない。騎兵を作ったのは僕なんだから。ドージ博士は本土決戦の騎兵計画を担う人物。その博士と共に来たのが本物では。本気で言っているのか。自分が騎
本物がここにいないならあなたは誰だというのか。説明したって信じやしない。それとも君の僕に対する感情は本物かどうかが重要なのかい？それは突拍子もない話だ。あなたが作った。ああそうだ、あれをエディタで起こして自動工場に発注したのは僕だ。あなたはきっと気が動転してるんだ。僕が連結素子を君の頭に埋め込んだ。麻酔が効いていたし覚えてないか。交渉へ来るのは博士の使いだとおっしゃっていた。理由がなければ怪しまれるじゃないか。君は愚直だが見どころはある男だ。何を一体？名残惜しいってことさ。ちょうどキーの解析が終わった。それじゃあここでお別れだ。キリコさん、そんなバカな。消えた。あの一瞬で神社裏の参道に。キリコさんはどこへ？あいつは素性の怪しいやつだ。しかしもし彼女の仲間だとすれば行き先を知ってるかもしれん。木陰に身を隠してよ。時坂神社、少し前に沖野の店員履歴がある。今すぐ追えば捕まえられるか。設定はセクター4、1984年。観念しろ。同時博士は本土家、その博士と本物。同時キリコを知っているか。ああ、やはりあいつは同時キリコなんて名じゃない。それは本当なのか。彼女もそんなことを言っていた。彼女か。うまく化けたよな。奴は沖の司、女装した男だよ。出まかせを言うな。そんなわけがあるか。同時博士、そ本物ではとても。同時キリコは女装した男で、本当の名前は肘山。スパイめ、逃げられると思うなよ。ここで何をしていた？言ったところでお前は笑うだけだ。正直に話さないと痛い目を見るぞ。ここから別の時代へ行くんだ。貴様、頭がおかしいのか？この男、時間を旅す冒険科学小説じゃある。別の時代か。もっとまともな。お前の言うここで転移して未来へ逃げ。ごまかされんぞ。もう邪魔す。俺は奴を。ほう、居場所は知って。どこだ。巻き込まれるぞ。下がれ。転移する。時間旅行か。できるもんならやってみろ。どうなっても文句を言うなよ。
遅えじゃねえか。和島さんに呼び出されてビビっちまったんですよ。逃げやがったか。口ほどにもねえ根性なし野郎だ。待てやこら。なんだ。ソースで絡めたそばをほろ甘いパンで挟む。戦後の世界でこれだけは。焼きそばパンは認めざるを得まい。ざけんなこら。人に肩ぶつけといてタダで済むかい。詫びんかい。ぶつかったか。そりゃ悪かった。はあ、悪いで済んだら警察はいらねえんだよ。なんだ、金ならないぞ。わ、和島さん、こいつ近頃噂になってる学ラン狩りの野郎です。何？確かにこいつが来てんのはうちの学ランだ。貴様らあいつらの知り合いか。何しろここでは天涯孤独の身。衣食住に事欠いてな。服と金銭の提供は誠に助かる。親切な仲間に礼を言ってくれ。じゃあな。ソースで絡めたそば、戦後の焼きそば。おい逃げんじゃねえ。こら。焼きそばパンがまだ一口も食ってないのに。くたれめ、なんてことしやがる。なんか文句あんのか。痛い目見んとわからんようだな。おおめら、やっちまえ。くらしますんで勘弁してください。食い物を粗末にするやつは許さん。特に焼きそばパンはな。なんだこりゃ。怠慢つって呼び出しといて何やってんだ和島。なんだ貴様、こいつらの仲間か。俺はさくらの尾形年次だ。何人の喧嘩に割り込んでんだこら。てめえ知ってるぞ、学ラン狩りの肘山とかいう。肘山高俊だ。俺はいらんと言ったがぜひにと言うから借りてやった。悪いぜ。調子こいてんじゃねえぞ。調子に乗っているのは貴様だろう。相手を見て口を聞けよ。上等だこの野郎、遊んでやら。来やがれ、はあ、やれやれ。後悔しても知らんぞ。昭和60年に馴染んでるじゃないか。様子を見に来る必要はなかったかな。あの顔、あの声、まさか。待ってくれ。てめえ
喧嘩の途中でどこ行く気だ。畜生、どけ。間もなく夜明けか。この辺りで見失ったんだ。近くにいるはずだ。あの野郎の蹴りまだ効いてやがる。根性あるやつだったな。ずいぶん手こずった。同時本鍵がかかってる。見つかっちゃったね。キリコさん、一晩中探してたんだ。相変わらず無鉄砲だな。騙されないぞ。貴様、そんな格好で。そろそろ来るかなと思ってたから。君の分も朝ごはん用意してあるよ。半年も探していた。言いたいことは山ほどあるんだ。焼きそばパン買っておいたよ。昨日食べ損ねたでしょ。焼きそばパンか。いや、ごまかされんぞ。同時派か、その派、本元の時代に戻せ。何と言おうが無理にでも連れ帰る。嫌だと言ったら力ずくで僕を押し倒す。ふざけるな。貴様本当は男だろ。ここで確かめてみるかい。同時博士はその墓本物。同時キリコ本当。
本当は沖野司というそうだな。男のくせに女装なんて。僕に告白しておいて、その言い様は納得いかないな。生白い僕があの時代で生きるには丸坊主になるよりこっちが似合うだろ。それならなんで今その格好なんだ。君が喜ぶかなって。な肘山君は面白いな。この方が都合がいいんだ。僕が生きているのを秘密にできる。なぜキリコさんに。どうじキリコだと身分を偽った。どうじ博士は了承してくる。彼は四季島における技術研究の始祖だ。四季島における技術研究の始祖だ。彼の功績で四季島は戦後飛躍的な進歩を遂げる。未来の技術を僕が教えたせいかもね。なぜだ。なぜそんな取引をする。騎兵だよ。本気で言っているのか。自分が騎兵。騎兵で何をするつもりだった。あれがあそこに現れたのは単なる事故だ。あれが昭和20年の技術で、作れないのは理解できるだろう。もちろん40年後のこの時代でも無理だ。もっとずっと未来の、全てが自動管理された工場で作られたものだ。君にも分かりやすく言うなら、事故で故障したんだ。戦えるように現地で直す必要があった。米軍と戦うためじゃないのか。何と戦うつもりなんだ。ともかく俺は戻らなければならない。騎兵計画を成功させれば敗戦を防げる。見どころはあるが君はやはり愚直だ。何とでも言え。貴様が何者であろうと。必ず連れ帰る。各都市の空襲、沖縄、広島、長崎であれほどの被害を出すわけにはいかない。図書館で調べたのか。土手に住んで日雇いで生計を立てていたり。君は意外にもたくましいな。ずっと監視していたのか。一つ提案があるんだが、僕はこの1985年でやらねばならない仕事があるんだ。それが終わるまで待ってほしい。いや、手伝ってほしいな。これは君にも無関係じゃない。全て終わったら君の言うことを何でも聞くよ。どうかな。な、何でもだと。いや、俺と一緒に戻るんだな。それが望みなら。ゆっくり考えてくれ。ここの2階が僕の拠点だ。どこへ行く。学生服を着ていくところは一つだよ。そうだ、焼きそばパン机の上に置いてあるよ。ほらお腹が鳴ってる。
昨日から何も食べてないんでしょ。鍵は開いてる。食い物でごまかされんぞ。痩せ我慢せず取ってきなよ。食い物でご痩せ我慢。食い痩せ我慢せ。ヤツめ、どこへ行った。食い物であしらわれたか。焼きそばパンだからな。それも仕方がない。制服を着ていく場所、学校か。学校に何の用があるんだ。それでは一口。うまい。このソースの甘辛さが、たまらん。ともかく沖野、このまま逃げられてはかなわん。母校にでも行ってみるか。
か弱気になっているとはな。人生ってのはままならんな。何をやったんだ。ターミナルが範囲内の指定された目標だけを機能停止させた。すごいな。これはもっとバンバン撃ちまくってやろう。それは無理だよ。だが他にも機能がある。解析しよう。
番機移動するぞ。どう出る？隙にはさせんぞ。どうだ、出直してこい。イージスの軌道を確認。周囲の敵を自壊させた。効果てきめんだな。こんなものがあるなら先に言え。騎兵も出番いらずだ。軌道まで時間がかかる。それまでにやられれば終わりだ。そしてこのターミナルは封鎖されて二度と戻らない。それは何かまずいのか。私はゴート・レンヤ。君はセクター5の適合者だな。誰と交信している？面倒だ、肘山君、内緒で頼むよ。南さん、なっちゃん、二人で真剣な顔して何話してんの？別にそんな。昨日見た夢の話、たあいない話よ。何何、どんなの？いや本当、なんか映画に感化されたかなって。話してただけだから。そうそう、昨日頼まれたビッチョード持っていこうとして。本当？先週の UFO 特番、野球の試合延長でうまく取れてなくて困ってたんだよね。 UFO の最新情報を衝撃映像でまとめたテレビの特別番組、録画があってよかった。昨日借りたビデオまだ見てないんだ。ちゃんと見てよね、 EXT 名作なんだから。私
映画館にだって3回も見に行ったよ。あれを見ずして宇宙人語れないよ。宇宙人語る気はそこ。特番ありがとね。お安い御用だよ。地球に取り残された宇宙人と幼い少年が心を通わせる SF 映画、1982年に公開された名作よ。また UFO マニアって呆れてるでしょう。嘘、そんなことないよ。これ見れば絶対わかるから。すでに彼らは地球に来ているのだ。タコみたいなのが攻めてくるんでしょ。何言ってんの。それは H.G. ウェルズの創作小説宇宙戦争に出てくる火星人よ。なっちゃん、この手の話になると止まらないからな。将来は NASA に行って絶対本物の宇宙人を見つけるんだから。じゃあもっと英語頑張らないと。H.G. ウェルズの有名な SF 小説、タコみたいな火星人がトライポッドという三本足の兵器で地球を侵略するというお話。冬坂さん、次視聴覚室。あ、そうだった。もうみんな行っちゃったよ。私準備しなきゃ。ふん、楽しみ。家族が寝てからヘッドホンしてみよう。ゆきちゃん、あれ？新しい制服まだ来ないの？ああ、まあそんなとこ。それよりビデオテープ持って。何嬉しそうにしてたんだ。UFO の衝撃録画、 UFO 特番のビデオなんだ。貸してもらったの。それであの笑顔か。なっちゃんはまだ宇宙博士なんだな。変だよね。私の知ってるなっちゃんのままでちょっと嬉しい。でも宇宙博士はやめてよ。小学生の時のあだ名じゃない。高宮じゃねえか。大型。おめえが手出した二画法のやつらがこの辺りまで出張ってきてるぞ。どう始末つける気だ。
お優しいことで。何？なめんじゃねえよ。てめえで血吹くから心配すんな、タコ。な？ちょっと尾形くん、ダメだよ喧嘩は。喧嘩売り歩いてんのはこいつだろ。ほらユキちゃんも。悪かったよ。なんだよ拍子抜けだ、アホらしい。ユキちゃん心配いらないって、いつものことだから。それよりまた部活見に行ってもいいかな。うん。おっと、予定だ。教室に戻らないと。また後で。夏のやっぱり早いね。えへへ。タイム縮んだ。ああ、今日はほら風あるし、向かい風でちょっと。おい一年、先輩、何ですか？マネージャーと今から大会の話しに先生のとこ行くから。悪いけど後片付けやっといて。はーい。あれ、みんな帰ったの？私一人？ん？また怪しい人だ。校庭にも 2,3 人いたな。なんだろう、何か探してるっぽいけど。全身黒ずくめの男。まさか。もしかしてあの人メインブラック？宇宙人を監視する機関の男たち。
ひょっとしたら UFO がこの辺に来てたりして。 UFO に乗り遅れ、一人残された宇宙人。必要に MIB に付け狙われる彼を助けるのは選ばれし地球人なんてね。何よ、危ないな。どこの学校だろう、見慣れない制服。早く片付けしないと、先輩に怒られるぞ。ちゃっちゃとやっちゃいましょう。現れると目撃者に警告したり、活動を行うと噂される謎のエージェント、それが MIB ことメンインブラック。着替えずに帰っちゃおうか。うん、汗かいちゃったしな。着替え中じゃねえのか。ちょっとあんた、何女子の部室に入ってきてんの。叫び声が聞こえたから助けに来てやったんだぜ。黒服の変質者みてえなのがそこいらうろうろしてたからよ。俺はてっきり変質者はお前だ、バカ者。出てけ、覗き魔。なんだよ。おーい。はあ、この展開ってまさか。そうよ、あの映画にそっくり。うっそ。地球に取り残さ幼い少年19
宇宙人？あなた宇宙人でしょ？はあ、なんてこと。私が選ばれたんだわ。こんにちは。驚かせちゃったかな。大丈夫、私はあなたの友達。地球の言葉わかる？私とあなた友達。UFO が勝つ、それが、うん、きっとそう。学校にいた黒服の男はやっぱり MIB だったんだ。この子を捕まえに来てるんだわ。何か探してたもの。それなら説明がつく。私が守らなきゃ。地球へようこそ。嘘みたい。ドキドキする。長年の夢がいきなり叶うなんて。BJ？ 私は夏の。イヤーのスターコード消防。ん？夏の。そう、それが私の名前。彼の名は BJ。 文明の進んだ星からや。失礼なことを伺うけど、それは宇宙服？脳みそは瓶か何かの中かな。夏の記録する必要。すごいわ BJ。 日本語みたい。喋れるの？ゲート行く。ゲート？あなたたちの言葉は分かんないけど、映画で知ってるから大丈夫。母星に電話するんでしょ？ UFO に救援を頼むのよね。分かってる。友達は協力するよ。神社じゃない。あ、待って。このまんまうろついたらすぐに黒服に捕まっちゃう。BJ が学校近くの神社がある場所だ。
連れて行くにも隠さないと。私のバッグ、これ使えるかも。学校指定のバッグだけど、見た目よりたくさん入るので重宝してる。うん、あの子もすっぽり入るかも。ギリギリ入ったわね。ダメよ、顔出しちゃう。連れてってあげるから隠れてて。隠れてて。つけられてないよね。時坂神社、ここね。昔からある神社だけど、盲点だったわ。まさかこんな近くに宇宙人の関連拠点があったなんて。うん、よし、着いたわよ、BJ。神社で突然光ったと思ったらこんな場所。なんで街がこんなに崩れてるの？まるで戦争でもあったみたい。
日本時間17時40分政府発表がありました。現在も世界の主要都市と通信途絶状態です。日本と同じように未知の敵によって。時代に来ちゃったの？嘘でしょ？あ、どこ行くの？見つかった。
丈夫です。夏野さん、飲み込みが早いですね。任されたんだもん、彼に笑われたくない。敵もう来てるんでしょ。こんな遠くに騎兵出してよかったの？我々の乗る騎兵は遠距離攻撃を旨とします。近づかれる前に撃破するのが基本的な戦い方だと教わりました。近づかれたら危険ってこと？両腕に接近専用の電磁波採水が追加装備されているものの、囲まれると苦戦を強いられるでしょう。そうなんだ。D 信号接近。迎撃態勢戦闘所。来た来たよ三浦君。どうするの？もう撃つ？夏野さん落ち着いて、敵をよく見て。敵は数で勝る。一発で多くの敵を巻き込み一網打尽にするんです。三浦君、私なんだか震えてきた。大丈夫、震えるのは電磁砲弾を撃たれた相手です。三浦君見て、敵が一直線に進んでくるよ。この位置なら。引くわけにはいかない。やってやる。命中。敵機を撃破した。すごい、一撃で倒せちゃった。電磁砲弾の威力は大型戦艦の46三次砲一斉射に匹敵します。ただしこのような強力な兵装は消耗も激しいので、闇雲に撃てば出力不足で戦局に対応できなくなります。了解。射程に入ったか。どうしよう。頑張れ私。
名称はツインテール。それだけか。来るよ三浦君、攻撃する。待って、別方向に新たな敵だ。いや、この反応は。13番騎兵と15番騎兵だって仲間？イージスを起動する。このターミナルは間もなく封鎖だ。16も騎兵に乗るの？本当になっちゃんだ。助けに来たよなっちゃん。嘘、イオリまで。どうなってんの？よく来てくれた16。これほど心強いことはない。起動が完了するまでの間ターミナルを守るんだ。なっちゃん、一緒に頑張ろうね。勝機を逃そうか。落ち着いて。奴らは僕なんとかなるわよね。集中するのよ。標的確認。命中。敵の射程に入ったか。考えた。攻撃範囲内か。
再頑張れ私。17番機行くよ。落ち着け、訓練通りやるんだ。何？